どうも、野口です。僕はもう卒業してね、もうだいぶかなりのね、年月が経ちました。昔ね、僕の恩師でね、不破先生っていうね、あだ名つけてた先生がいましてね。まあ、その先生にはね、もう結構よく叱られました。例えば、まあ、やっぱりあの子はね、やっぱり授業中とかね、やっぱ、なんかやっぱ悪さしちゃうんですよね。でね、おい、よし、来い！と言われてね、お前、ほんと、まあいいかよって。そしてね、もうほんと、廊下にね、ずーっとバケツをね、こう持って立たされてね。まあ、ほんとね、懐かしいです。ほんと、学生時代ってね、ほんといろんな思い出がありますよね。なんであの頃ってね、ほんとキラキラしてたんだろうなって、今、こう卒業してからね、ああ、ふとその先生に会いたいなって思うんですよね。あなたは元気ですか？僕はあなたの教えを今でも忘れません。不破先生、卒業してから幾年月が流れても、あなたの学びを忘れません。春には春の風が吹き、夏には夏の花火浮かべ、秋には秋のもみじ咲き、冬には冬の花が咲く。不破先生、あなたは元気ですか？僕は今でもあなたのことを決して忘れません。決して忘れません。